おはようございます。今から言語プログラムに行きます。ビリガルタンバラ。ニューヨークに来てもう2週間が経とうとしておりますが、言語プログラムが始まって1週目がこの前終わって今2週目なんですね。でも最初はちょっと動画撮る余裕なかったんだけど、ちょっとずつ慣れてきたので、そろそろちょっとどんな授業を受けてるのか皆さんにご紹介できたらなと思ってます。まあ、でもね、本当に一つやることは私がダントツ英語できない。なんでみんな言語プログラム来てんのっていうぐらいめっちゃ喋れる中国人のクラスメートと、私より全然喋れるコロンビアから来てる人たちが多いですね。言語プログラムは、まあ、私は、まあ、ちょっと英語に自信がなかったので自分で出願をして、9月からね、本格的な大学院の授業が始まるんですね。私はコグニティブサイエンスインエデュケーションというところに入るんですけども、まあ、今のこの言語プログラムは私が行く教育大学院だけじゃなくて、いろんな国際政治とか私がよく知らないプログラムの子たちも集まってきてる。やっぱりね、中国人がすごく多いみたいね。でしかも中国人って結構やっぱり若い時から英語やらされるんだって、教育の中で。なんか結構当たり前にみんな喋れてて、でよくよく聞いたら言語プログラムに入ることを条件に、まあ、受かってる人もいるみたい。だから本人たちも別にもう英語やらなくていいんだけどと思いながら来てるから、本当もうネイティブレベル喋れる人たちと英語勉強してるっていう感じですね。まあ、もうだからビリギャル再びビリになるみたいな感じですよ。本当に圧倒的にできない。でビリギャルだった時はさ、高校の時は圧倒的にやんなかった。やったらもっとみんなとついていけたかもしれないけど、私は思い切ってやめちゃってたから勉強を。だけど今回はどんだけやっても全然勝てないっていうか、圧倒的に私が能力が一番低いので、英語に関しては辛いっていうか、コンフォートゾーンはがっつり抜けてんなっていう感じはありますね。はい、ここから入ります。すごい広いのよね、コロンビアの大学院って。大学か、大学ですね。今言語プログラム受けてるのはコロンビアの大学のキャンパスの方なんですね。で私は9月からこのキャンパスじゃなくて隣にある教育大学院の方のキャンパスに通うことになるんだけど、言語プログラムはこっちのキャンパスでやってる感じ。これがキャンパスの中です。やっぱりまだ生徒さんは少ないね。まあ普通みんな今ね、夏休み中だからね。ここで受けます。 I am her classmate. Yeah, me too. This is my... I'm from Colombia. Colombia. I'm from China. China. Yes. We're going to attend class. Yay! This is today's classroom. では行ってまいります。今授業が終わりまして、昼休憩です。今日は Google からゲストが来てお話ししてたんですけど、正直あんまりリスニングスキルが全然追いつかなくて、あんまりよく言ってるようがわかんないんだけど、私以外みんな分かってたと思う。 Where are you going to take a lunch? Home? We found a place here that sells a sandwiches. Oh, really? And it also adds a soup. Oh, see? So if you want to come with us, yeah. And see? You can find salads there. Yeah, I wanna go. Can I join you? Yeah, of course. Thank you. I will buy something. 今からランチに行きます。ここでランチを調達します。Can I have this one turkey of garo panini? Yeah, thank you. Hi. Hi. 1時間休憩があって、その前にちょっとご飯を食べました。今からクラスに戻ります。今休憩中でちょっとお話をしてます。彼らは中国から来ていて、彼らはもうすでに4年間アメリカで学んでるんです。だからもうほとんどネイティブ。 What are you doing in class? It's about the conundrum of living in a technologically advanced world. Yeah, so we are talking about technology and people's relationships.
in real world. So, 私たちは今週はテクノロジーについて結構いろいろ話してるんだけど、先生が用意してくれたドキュメントとか、なんかテッドトークの動画とか見ながらみんなでどう思うっていう基本ディスカッション。This class is based on discussion, right? Yes. Yeah, we have a lot of discussions. Yeah, so. Yeah, I'm going to record you recording us. Maybe this will be my first episode of Jarvis Vlog. Jarvis Vlog. だから私が圧倒的に英語ができないんだけど、みんな優しくて、they're very kind for me to teach English. And so. They are actually my teachers. Don't say that. I have many teachers. そんな感じで今休憩中です。では引き続き頑張ります。今授業が終わって帰るとこです。今日はたくさん英語に触れたよ。バイ。いやー今日は。I'm recording a video for my YouTube channel. She is my teacher. Yes, I am her teacher. She doesn't need a lot of teaching. I miss her country so much. I haven't been to Japan since I came back in 2008. Yeah. 2008? That's when I came back here. I was there from 2006 to 2008. Yes. In Tokyo? Yes. Ah, Tokyo. Yeah. Did you enjoy it? Yes, very much. I would like to go back someday. Oh, really? I know restriction. I do miss it. I loved everything. I'm happy to hear and the that. People and food. The language. Yeah. I just heard Sayaka speaking in Japanese after class, and I said, oh. Yeah. I was just listening to see what words I remembered. Very nice. Yes. Really? Yes. I'm happy to hear that. 嬉しいね。日本大好きだって。See you soon. Bye. こんな感じで言語プログラムを頑張っておりますが、もうほとんど毎日すっぴんでですね、起きてすぐ授業行って、ああやってみんなとディスカッションしたりしてます。でも今のところ楽しんで、いやでもね、本当にね、みんな英語ができるから、最初は本当にちょっと泣きそうだった。私が何か言っても、みんな笑うのよ。なんで笑ってるか分かんないのよ。それがね、結構悲しかったり、聞き取れないから、I'm sorry, one more please って言うんだけど、みんなは聞き取れてるから、私以外。すごいなんか申し訳ないし、足引っ張らないようにと思って、最近すごい頑張って、宿題を家でやってる。もう当てられたらこれ言おうっていうのを決めて、言ってます。そうするとやっぱり、なんか楽しいんだよね。で宿題が甘かったりあんまり考えないで来ちゃうと、英語できる人はそれでいいんだよ。で実際に何人かの私のクラスメートはもうほとんどなんか宿題とかやらずにその場で考えて答えてたりするんだけど、私はね英語一番できないから宿題頑張って人より努力するしかないなって思ってます。それが1週間立ってみて思ったことかな。もう準備を抜群にしていくしか、みんなの足を引っ張らないようにするにはもうそれしかないなって思ってるから、いやーこれは強くなるね。本当に強くなるよ。みんな本当に優しいからね。私がわけわかんないこと言っても一生懸命理解しようとしてくれるけど、まあ、日常生活、今言語プログラムだからね、これが秋から入るプログラム、そこではもうみんなやっぱりこう高い授業料払って自分が学びたいものを学びに来てるわけだから、私が足引っ張るとやっぱりみんなの時間を取っちゃうわけだから、それはまずなるべくしたくないなって思うので、まあ、だからこのプログラムに通おうって思ったんだけどね。ちょっとでも自分の英語力を鍛えてから、まあ、本番に臨むために。ただやっぱり全然足りないわ、多分この6週間のプログラムだけでは全然足りない。だけど、まあ、やんないよりはね、マシだと思うし、すごい来てよかったなと思うのは、やっぱりね、失敗をするというか、なんか変なことを言って笑われることによって、ちょっと傷ついたり恥ずかしかったり最初するんだけど、なんかなんとなく慣れてくるっていうか、それに。いやもうなんか何でもいいからとりあえず喋ろうみたいなメンタルに、ね、なってくるので、それはね、やっぱ今のうちにそこはできててよかったなと。ニューヨークに来てもう2週間が経つけど、まあ、だんだん生活にも慣れてきていい感じかな。今日はね、昨日ね結構頑張って宿題をやったんだ。テクノロジーの
テーマについて話してるテクトトークを聞いてきて、それに対して、まあ、いくつか考えてくるポイントを先生が くれてて、でそれに対してメモしてったり自分のこう考えを深めていったりしてるっていうことが、まあ、準備なんですけども、なんかそれを結構がっつり昨日やったの夜だから、今の授業では結構喋れた前のめりになってんの先生が見つけてくれて、あなた今回結構やってきたのね、どうぞ喋りたかったら喋りなさいみたいな風に当ててくれて、でここぞとばかりに自分が分かるところでめっちゃ喋る。で正直グラマーその文法とかボキャブラリーとかはっきり言ってめちゃくちゃなのよ、だけどもういいのよ伝わればっていう気持ちでやっております。メンタル鍛えられるねこれは。でも本当に留学来てよかったなってすごく実感できるようになりましたので、もっともっと鍛えて自分の英語力とかメンタルとか皆さんにもう少し顕著な成長を見てもらえるように引き続き頑張ります。はい、というわけで今お家に戻ってきました。今日は、私があのニューヨークに来て初めて、まあ、どんな生活してるかみたいなのを皆さんにお伝えしたくてですね、 Vlog を撮ってみました。いかがでしたでしょうか。クラスメートも結構みんな喜んで、え出たい出たいって言ってくれたりとか、なんか自ら Hi, I'm Sayaka's classmate って言ってくれてて、あのよかったなって思ってますけど、なんかこんなの見たいよとかあったらぜひコメント欄にどしどし書き込んでください。これからまあ私は学業に専念しなきゃいけないんだけれども、余裕がある時にはこうやってちょっとずつ皆さんに日常もレポートしていきたいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。